ヘラの場遠征の際のエヴァンズの写真初代、マウント・エヴァンズ男爵、エドワード・ラッド・クリフ、ガース・ラッセル・エヴァンズは、イギリスの海軍軍人、貴族。ロバート・スコット率いる南極探検隊の副隊長として知られる。1880年10月28日に、法廷弁護士、フランク・エヴァンズの息子として、ロンドンに生まれる。マーチャント・テイラーズ・スクールを経て、 テムズ船訓練学校を卒業、王立海軍に入隊。1902年から1904年にかけてのスコットランド国営南極遠征で救援船モーニングの二等航海士を務めた。1911年10月、南極、エバンズとトランシット。海軍単位の頃の1910年、ロバート・スコット率いる南極探検隊の副隊長に就任し、 テラノバ遠征に参加した。テラノバ号は1911年1月4日に、ロス島とマクワード湾に面した南極の岬に上陸したが、この岬は彼の名を取ってエヴァンズ岬と名付けられた。10月24日にスコット率いる本体と別行動で先発し、3名の隊員と2台の動力ソリを連れて南極点に向けて出発した。 11月上旬に2台の動力ソリは、雪原の中で立ち往生したために道中に放棄することになり、以降エヴァンズ隊は人力ソリ隊と化した。後発のスコットの本隊を待って11月21日に合流し、南極点への旅を続行した。しかし人力でソリを引いてきたエヴァンズ隊の疲労は大きかったので、11月25日にまず、デートフーパーが、 キロに着くことになり、ついで1912年1月4日に、南位87度32分まで到達したところで、隊長、スコットの判断で、エヴァンズ・トラッシュリーと、他一人もキロに着くことになった。そのキロも命がけだったが、なんとか生きて帰還できた。一方、スコットは4人の隊員を引き連れて、南極点への続行し、ついに南極点に到達したが、キロに遭難して、 命を落としている。1944年11月7日のエヴァンズ海軍大将1914年から1918年の第一次世界大戦に出征し、主君者公式報告書に名前が載った。1928年には海軍少将に昇進するとともに国王上ジ,ジ5世の国王海軍副官に就任。1929年から1931年まで、 オーストラリア艦隊司令官を務めた。1932年に海軍中将に昇進。1933年から1935年までアフリカ基地司令官に就任。1935年から1939年にかけてはノア艦区司令官を務めた。その間の1936年に海軍大将に昇進。 第二次世界大戦中は、ロンドン防衛地域の地域コミッショナーの地位にあった。1945年11月12日に、連合王国貴族借位、カウンティオブロンドンにおける、チェルシーのマウントエバンズ男爵に助せられ、貴族院議員に列した。1958年8月20日に死去した。借位は、長男リチャードが継承した。1945年11月12日に、 以下の借を新規にノブされた。英国勲章外国勲章1904年4月13日にニュージーランドのトマス・グレゴリー・ラッセルの娘、ヒルダベ・アドリスと結婚したが、1913年4月18日に死別し、1916年1月22日にノルウェーのリチャード・アンド・ボードの娘エルザ・アンド・ボードと再婚し、彼女との間に以下の子を設けた。 ありがとうございます。